ビル入り口に残る宇都宮第一東方の看板宇都宮第一東方はかつて栃木県宇都宮市池上町に存在した東方系の映画館。1949年第一東方映画劇場として開業。1967年現在地に中村第一ビルが建てられ、同ビルの5階に第一東方、ニュー東方の2館が入居し、リニューアルオープン。 その後1999年に入党法にを増設し3艦体制となる。栃木県内における東方系のチェーンマスターとして、ゴジラ、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、劇場版ポケットモンスターなどのシリーズものから、隣のトトロ、もののけびめ、千と千尋の神隠しなどのスタジオジブリ作品に至るまで数々のヒット作を上映してきた。年間売上金額は、 平均3億円で、千と千尋の神隠しを上映した2001年は、立ち見の観客が続出し、5億円に達した。2003年11月22日にライバル会社である、小畜系、シネコン、ムービックス宇都宮が、2004年6月19日に、東方系シネコンである、東方シネマズ宇都宮がオープンすると、次第に業績が低下。2006年の売上高は、 約4000万円に落ち込んだ。観客動員数の減少と赤字経営に歯止めがかからず、2007年11月30日をもって閉館した。最終工業として、同年11月23日から30日まで、怪獣島の決戦、ゴジラの息子、伊豆の踊り子、乱れ雲、南太平洋の若大将などの名作が特別上映され、 58年の歴史に幕を閉じた。閉館に際し、代表社員は、継続に向けて考えたが、起死回生の策はなかったと語った。本館閉館から2ヶ月後の2008年1月25日には、宇都宮テアトルも閉館したため、宇都宮市内中心部にある既存の映画館は、宇都宮光座のみとなった。ありがとうございます。